はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、久々にチューハイということで、期間限定、キリンの本搾りチューハイの夏みかん&八朔です。この本搾りチューハイは、果汁が 28%。糖類無添加。アルコール度数 5%。で、夏みかんと八朔とグレープフルーツが入っていると。原材料、夏みかん、八朔、グレープフルーツ、ウォッカ。はぁ。すごいですね、これね。何がすごいって。だって原材料に、夏みかん、八朔、グレープフルーツ、ウォッカ。この4つしか入ってないんですよ。驚きません？普通だったら、なんかほら、糖類だとか、なんかほら、なんか甘味料だとか、なんたらかんたらとかさ、いろいろ入ってるじゃん。もう、これもう、無駄なものが一切入ってないですね。はぁ。愛媛県産。ん？これ愛媛って、これ愛知じゃないの。だから愛知。愛知県と愛媛県の漢字の違いがわからなかった。愛知か、これ。いや、これ愛媛だよな。あれ？あれ？ちょっと待って、愛知と愛媛ってどう違うんだっけ？大体。漢字の違いがわからなかった。愛知。あ。愛知は普通に愛知なんだ。これ愛媛だな。愛の次になんかよくわからん。支援の縁みたいなのが書いてあるから。愛媛県産と大分県産と熊本県産などの夏みかんと和歌山県産の八朔を使用した夏に楽しむ本搾りと書いてありますね。本搾りと。そんじゃ飲んでいきたいと思います。乾杯。ああ、これすごいな。うん。これはね、ドライでありながらも何てかジューシー。甘くないんですけど、ジューシーなんですよ。これは。本搾りは、底に沈殿するほどたっぷり果汁を使用しています。大変お手数ですが、一度缶をゆっくり逆さにしてお飲みください。果汁がよく混ざり、本搾りならではの生搾り感をお楽しみいただけます。サイトに書いてあります。ザキヤマさんが CM してるみたいですね。結構これ、チューハイの中だったら結構人気ある部類なんじゃなかったっけ？ねえ。そんな気したけど。あれ、でも今まで飲んだ本搾りよかった。一番うまいな、これがな。これが一番うまいぞ。あれ、本搾りってこんなうまかったっけ？俺、そんなに、まあ、うまいって言っても、まあ、四つ星はつけた気がするけど。
でもさ、だって本搾りのグレープフルーツの果汁が 28%、レモンが 12%、オレンジが 45%、で、これが 28% ですね。一番すごいのがオレンジで45%も使ってる。すっげえな。あれ？これライムもあるな。期間限定だって。ライム。果汁が 11%。 へえ。ああ、確かにこれすごい果汁がね、なんかすごいわ。ものすごいジューシー。これはすごい。今更ながら。確か前までのっていうか本搾り今まで飲んだやつはなんか、ただの、なんか、ただのジュースって感じがしたんだったかな。どうだったっけ。まあ、キリンといえば氷結で有名ですけどね。あれ、フリーズした。おい。おいおい。フリーズしよった。まあいいや。そういえば、最近、9万円でパソコン買いました。まだ買ってないけどね。まだ届いてないんだけど、振り込んだ。うん。だから、もうちょいで届くと思います。うん。スペックが、なんだっけだ。Core i7 の 4770K だったかな。メモリが 16GB の、ハードディスクが 1TB。という超ハイスペック PC になってますね。届くのが待ち遠しいですね。すぐフリーズしよる、これ。さすがクソスペック。これコア2デュオだからな。クソすぎる。でもすごいよな。だってさ、本当に原材料にさ、これ、本搾りの、グレープフルーツもそうだけど、グレープフルーツ、ウォッカ、以上、
で、これレモンだとレモン、ウォッカ。オレンジだとオレンジ、ウォッカだけなの。もう無駄なもの一切入ってないね。まずこれに驚いた。個人的に。ここまで、無駄なものが入ってない、チューハイを俺初めて見たね。うん。じゃあいいですか？じゃあ、氷結、見てみましょう。氷結が、原材料。うわ、見づら。原材料。レモン果汁、ウォッカ、酸味料、香料、甘味料。って書いてありますね。てか、レモン果汁って書いてあるのか。ちょっと気になるね。これ、レモンとかさ、果汁って書いてないんだよね。それ何なんだろう。氷結ストロングだと、レモン果汁ってちゃんと書いてあるけど。果汁？あ、つまりレモンがそのまま入ってるからってことか。果肉も入ってるから果汁だけじゃないからってことか。ああ、そういうことか。これすごいですね。地味にそこは。で、酸味料が入ってるんですよ。ね。酸味料が入ってる。しかも香料も入ってる。甘味料も入ってる。まあ、こちらは、糖類無添加って書いてあるから、まあ、糖類無添加だから、まあ、糖類は入ってないにしろ、甘味料が入ってないのがでかいんですよ。糖類と甘味料はまあまた別ですからね。うん。むしろ俺個人的に糖類入ってた方がいいんです。ただ甘味料は入ってない方がいいんですよね。だからこれの場合どちらにも、まあ、つまり、この氷結ストロングはですね、糖類がゼロって書いてあるんですが、甘味料が入ってるんです。それじゃダメなんですよね。うん。それじゃダメなんですよ。個人的に。それ一番やっちゃいけないパターンだね。糖類ゼロなら甘味料も入れるな。というのが俺の考え。うん。変な甘さがつくからね。甘味料は。だからこれすごいんですよ、これ。本絞りチューハイ。すごいな。そう考えてみると、いろいろ考えてみると、すごいな、これな。ある意味、すごいと。だって、香料も使ってないですよ。酸味料も使ってない。酸味料使ってないってことは、どういうことかというと、賞味期限が、多分、短いんではないか。と思ったけど、賞味期限が2014年の6月。1年近くあるね。あららら。すごいな。これすごいな。あれ。こんなすごかったっけ？本絞りってこんなすごかったっけ？あれれーって感じですね。あらー。あらーって感じ。キリンやるなぁ。ちょっとライムもちょっと飲んでみたいですね。ちょっと売ってないんだけど。見たことないな、ライム。ちょっと今度見たら、探してこようかな。うん。まあそんな感じですかね。うん。いやでも、今回ちょっと見直しましたね、本絞り。うん。
まあ味は別としても、まあ、まあ別として考えなくてもですけど、まあ、ね、とりあえず、やっぱ無駄なものが入ってないっていうのは、やっぱり安全という、うん、消費者の観点から、酸味料と香料とか、甘味料とか、まあ、っていうのは入ってない。っていうのは、非常に、健康に優しいというか。ね。そういった、感じではないですかね。うん。いや、にしてもあれは暑いな。暑いっていうかもう、蒸す。ものすごい蒸す。蒸し暑いわ。うん、ということで。うん、これね。多分本絞りの中で一番美味しかった、これ。うん。夏みかん発作。だけど、まあ、四つ星。うん。まあ、美味しいんだけど、ちょっとなんつんだろうな。結局さ、夏みかんと八朔ってさ、多分甘さがないんだよね。うん。やっぱオレンジとかだったら甘いじゃん。うん。で、これ甘さないんですよ。多分、夏みかんと八朔って酸っぱいだけだと思うんだよ、大体。甘さ少ないんだよな。だからそこがちょっと逆に、っていう。ジューシーなんだけど、やっぱり、チョイスしたのが夏みかんの発作だから、ちょっと甘さ的にちょっと足りないかなと。逆に。うん。糖類無添加なのはちょうどいい、当然いいんですけど、ただ、やっぱり、ね、この、果汁の、その、甘さ、まあ、いわゆる果糖ですね。それは結構必要だなっていうの。わかったなと思います。それではご視聴ありがとうございます。